千歳町停留場は、北海道函館市千歳町町27番地先、新川町23番地先にある、函館式業局交通部有の川線の停留場である。駅番号は DY14。当項目では、函館水電化部式会社時代にあった新川車庫についても述べる。二面二線の相対式ホーム。2007年3月に、電車3両より1両へ。 また、線ホームの短縮工事が行われた。函館水田による1913年6月29日の、篠の目町湯川間の電化に先立ち、当時の東川橋停留所から引き込み線が設けられ、馬車鉄道時代の車庫に代わる施設として、新川車庫が開設された。車庫の建物は、旧函館区公会堂を手掛けた北海道屈指の工事受け負い人、村木神三郎の手による、 1926年1月20日、新川車庫火災により、電車59両のうち31両とともに消失したものの、再建された。出火発見時刻は22時32分。車庫一棟のタペン機工場一棟が消失。原因は5 0系4 8号のトロリーポールの取り外し忘れによる漏電が最有力。重傷者は1名。 焼け残った台車などの部品と自社で新造した100型と同型の車体を組み合わせた車両を製作し、既存の100型へ編入したほか、当時唯一の大型ボギー車であった50系の車体を、梅鉢鉄工所と自社工場で各一両再生した。また、車庫化最後に東京市電機局より急遽導入したものの、車体の老朽化が著しかった200系の車体を、 前述の百型と同型の車体に乗せ替える、車体更新を行い、こちらも百型へ編入した。1934年3月21日、函館大火により再度消失。車庫と工場の機能は、函館大火後は、駒場車庫及び、柏木車庫に分散する形となり、再建されなかった。現在、新川車庫の跡地には、函館水田の後ろ身である。 北海道電力の函館支店が立っている。北海道駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。ABCDEF 日本鉄道旅行地図帳1号北海道今尾圭介新庁舎2008年25ページ。ISBN 978から4から10から79万19から7。 村木神三郎箱館人物史箱館史2011年2月3日、閲覧箱館毎日新聞有刊1926年1月21日、箱館毎日新聞朝刊1926年1月22日、箱館日日新聞1926年1月21日、日本の市内電車 -1895 の1945、 枠田康生残堂、書店2009年 ISBN9 兆7844億2596万1511、P15 市電50年の歩み89ページ2011年2月18日閲覧、乗車券の販売場所、函館式業局交通部、2021年1月13日閲覧、ありがとうございます。